どうもシャーペンです。今回は赤座です。今日ニュースあって超級も購入するっていうなんか珍しいスケジュールなんですけども、なんか表ちょっとね変なパーティーにしたいなってことで、いや変ではないんですけどね、キスキル乙骨ニシリト使うか最初だし、これ使うとバフ効果ですね。いや結局ダメワープというか、まあ、多分耐性 M 持ってるんでね、ヨングさんが火ダメがでかいと思うんですよね。ただ一応キスキルも乙骨もまあ SS で回復できますし、属性効果アップもないんで火ダメもそんなに気にならないはず。はい、あパネル、なるほど。天使は回復か、柔らかい。ん？ドクロ、あ、防御アップね。で、これで痛いんかな。ほぼ無敵か。まあ、はまっていって、火ダメを防いでんってことですかね。まあ、完全に貫通が強いってのはわかる。ほんと、属性はそんな関係ないはずなんで、赤ず早いな。あ、これはしっかりはまって出してくださいですね。でもここ反射強いな。あ、ええダメダメ、そのミス。ダメを、あーダメワープいっぱい。もうこれで結構、キラーぐらい乗りますからね。はい、ナイス。まあ、一発決めたらもう抜けれるってのはでかいですね、ここ。まあ広そうだな。特になんか縛ってる感じもないし。あ、もうこれをするクエストだ。いやそんなに日輪といらなそうだな。多分しっかりハマったら、あーでもこれ倒せないか。普通に乙骨というか、まあただここ対応してだけで強いですからね。で、一応これファーストキラー持ってるんで、最終フレット的にキラー乗る。今のところ、あ、だ、行って !17,500。これ天使処理した方がいいかな。今の怖いですね。あ、抜けれるわ。そうだわ。そういえば抜けれたわ。早っ絶対今鬼にならないかって言ってるでしょ。聞こえないけど。なるほど。で、危ない時はこの天使を倒せることですね。このサークルの中に、ボディアップが展開されるから、あれちょっと待って、そっちじゃん待って待って待って、対象、え、じゃあこっち、あ、あ、いないところにするのか。あー煉獄さんありがとう、全部食らってくれた今。結構今こっちに飛んだら怖かったわ。これ天使はだから一体処理の方がいいのか。じゃあこれうかうかしてない方がいいわ。硬っ。これキスキル打ってもいいな。あ、痛えわこれ。これ危ないっすね。何やってるかわかんないですあれ負けたかもしかして。いや足りね。でもこれ2人入ってるよ。右側にレーザー打ってください。おっこぜすいませんでしたいやまあヒラメやばいっすね。やっぱちゃんと耐性も生かしてくるか。あれもさっき煉獄さんだったらだいぶ防いでくれたんで、乙骨十何万食らってな。さすがに光属性ちょっと怖くなりますね。これしっかりハマると展開されて、まあ、火属性だな。まあ、シオンこれ良さそうですね。そうなるとこれ全く厳選してないんですけど、 SS も短縮できますし結構硬いな。がっしりはまんないと割と一輪刀を使っても怖い。わりかし怖いぞこのクエスト。
ちゃんとミッションやって日輪刀は無限に使えるようにしておきたいですね。レベルで、あのメダルか。さっきもでもちょっと若干舐めたもんこのついでに天使の使用を理解しようかなと思ったらなぎ倒されましたね。くそー、これぐらいは初見で勝ちたかったな。あー、それ水んないて、待って、これで負けんのマジでやばい。やめてください、ちょっとやめて。あー、危ねえ、煉獄さん煉獄さん、マジでやべ、入れんねマジで。これ完璧、防御アップして、おお怖っ。いや、思ったより嫌だな苦手だわ。ちゃんとハマるか展開するかなんですね。どっちか決めろと。これは大丈夫。でも基本一番近い敵にしか撃ってないから、今これ 4P の煉獄さんいくでしょ。これで展開されて大丈夫。ナイス、これが理想ですね。まだ即死じゃないと思う。いや、ここはまれんな。ここはなんかすっぽ抜ける。これが理想か。下で天使倒して展開できるから、これが最高の一手ですね。一応これも、あ、え、危なゲージミスった今危なかったな。普通にちょっと怖い、ちょっとお前油断してた。何この楕円みたいな。これオッケーで、これ怖いんで、ちょっとこうしとこう。ちょ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 、あ、危ない。これ安全。いや、いや、下手すぎ下手すぎる。え、これ反射いてもいいかもな。なあ、これでも煉獄さん SS どうなんだろう。割と関係なく持ってってくれるんですかね。つなげたい。ちょっとこれもういっちゃって、4P の煉獄さん1段階打とう。ちょっとこれ怖いけど、まあ、行っちゃうか。これも弱点関係ないんで、もう。あー、でもはまらずにこれだけ持ってくの。いや、これできるもんな。張り付いて絶対煉獄さんに打たせることもできるから、その点も優秀なのか。これは普通に煉獄さんですね。完全に安定感も火力も出るんで、思ったより煉獄さんだった。いや、ちょっと普通に思ったより難しかった。これ日輪刀なしだったらちょいむずかもしれない。
これちょっとダキアンと龍太郎が画前怖くなった。でも2段階目満帆だな。満帆じゃない、1ゲージは持ってってな。はい、ということでちょっといろいろいけるかなと思ったんですけど、想像以上に煉獄さんが最強でした。まんま、こっちではしっかり倒せましたよと赤座を。あ、てか今演出どうだったんだろう。他でも今でもやっぱり火属性で固めた方が怖くないですからね。よかったらコメントの神谷さんのクリアパーティーお待ちしております。あとすでにチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。ご予約もぜひ。ではご視聴ありがとうございました。さよならさん。